屋殿の和ダンスが倒れて。晩のおかずに父さんが買ってきた牡蠣、スーパーは開いてないし、パン粉はないし、そこは年の子。サイレンの音も空襲警報もない、静かな夜のひとときでした。もともと本当にその3月11日のところに振り返るんですけれども、うん、今もう4ヶ月と10日経つんですが、若葉の湯の映画の中にもあったんですけれども、3月11日って実際どのように過ごされたんですか？私はね、はい、春も終わりだから牡蠣を買いに行ったんですよ、デパートにね。牡蠣特に牡蠣を買いに行って、買って帰ってきて、北仙台の駅を通ってからね、あそこは三差路があるんですよね。あそこのところでバスが止まったわけ。途端にドーンとね、ひっくり返るようになってね、びっくりしてね。でもあの時誰も騒がなかった。あれだけの騒が、普通だと大騒ぎになるのに、こうやってキョロキョロしたら騒がなかった。外見たらね、電柱がね、すすきのように揺れてるんですよ。あれ倒れたら終わりだなと思った。でもあのコンクリートっていうのは案外弾性なんだね。上はほんと1メートルぐらい揺れてましたよ。でもしなるような感じですごく。それでその後ゆっくり行ってね、で中山の5丁目7丁目にしたら、もうアスファルトがガタガタになってて。じゃあ実際にですね、もう震災の直後からカメラを実際に回して撮影をなさってたと思うんですが、その記録しようって思ったのはなぜだったんですか？いや、僕はね、はい、一番最初カメラは昭和39年ですから、もう50年ぐらいカメラを持って、普段から撮影されて、僕もね、普通の人はさ、旅行に行って撮ったり、なんか公開映写会かなんかをね、応募したりなんかしたりか、そういうことではなしに、自分の記録、成果、ホームムービーでね、自分の記録を見たら、それで、僕グランプリ撮った映画がありますけどね、それも子供の成長記録を撮ったのがたまたまグランプリになってしまった、それからもうずっと今までね、ホームムービー、自分に関係した、自分が撮りたいものしか撮らないで来たから、潜在一遇でね、あんな地震に遭ったことがないから、すごいカメラを撮れる、うん、あの日にね、カメラをすぐ回そうって人がね、カメラ持ってる人たくさんいるけどね、してそれをね、毎日克明に記録して、あれ、120分ぐらい撮ってますからね、普段僕はスタイルで撮ってるやり方でね、これは撮っておかなきゃいけない。例えば風呂場に入るなんていうのはありますけどね、あの風呂ってのは本当に、なんか10日ぐらいね、顔洗えなくて、水がないから、今その私的なものでなくって記録っていう意識で、撮り始めたということでおっしゃってたんですけれども、でもそう言いつつも、やはり例えば第三者の人が全然自分のその気持ちとか感情なしに記録するっていうことは、割とまだできる行為なのかなと思うんです。感情を入れないで記録はありえない。ああ、なるほど。ただ被写体で写真撮ればいいってんじゃなくて、私が感じた映像しか僕は撮らん。なるほど。で撮ったものをね、ただ撮っただけではね、何もならんね。それをやっぱり繋いでね、これもそうだけども、つないで分かるように作っていく、これが編集だろうと思う。じゃあそれはやはりその編集して何かこう作品というか一つのものにまとめる作業っていうのは、見る人を想定しての作業だと思うんですけれども、その見る人にこうどういうふうなことを届けたいっていう思いで今回撮影。自分が撮りたいから撮っているんで、
撮ってるものを人にね、うん、見せられるようなものがあれば、うん、そのあなたの言ったように共有するな、はい、うん、つまりここで僕は撮ってて最後に思って今日もあなたと話して思ったんだけども、うん、仙台市民で自分のあの時の3月11日からの記録を映像で映画として撮った人は何人いるかな、ということになると仙台市がね初めて、まあ、上岸以来のね、これ上岸ってこういうと思うんですけど、村民祭も上岸だけど、ね、上岸以来のこういう大きな災難にぶつかって、でそれをね映像として海岸付近がいっぱい撮ってる。仙台市のね市民がさ、どんなことそのから暮らしていって災害を受けて水がない、風呂がない、何もない中でねどうして暮らしていったかということだけを撮っていった、私個人の記録だけれども、仙台市にとってもね、もし他に撮ってる人いなければ、これはかなり貴重な記録となるんじゃないかと思いますがね、うんうん、じゃあその皆さん その今その仙台市民のお気持ちを乗せて撮ったということをおっしゃってたんですが、つまり僕もこれはね、うん、私の映画と同時に仙台市のね一つの象徴になっているかな、他 その市民の方も、まあ、その代弁者でもありというか、うん、同じ震災を経験した方たちのも代弁する形で映画を作られている、だからね、撮るときからね、これはね、やっぱり私が撮らないといけない、誰にも任せられないから、だからポイントポイント撮っていったんだけど、最後に若葉を撮ったときはね、僕はあの三陸でうちの、ね、親戚の人の真相になったりしてますからね、そういうことを含めて、あの時にね、ようやくね、もうスタート。大震災のね、スタートに立ったというね、だからその心ですよ。だからなくてね、あそこ行って、駅行ったりして、どっか行って写真撮ってもね、ただそれだけなくてね、あれは、ああいうね、美しいね、若葉、僕たちのね、その復興とかなんかの喜びをね、あれの映像からカットを撮った。そういうことあるの。うん、だからあんた言ったことをひっくり返したけどね、逆なのね、僕も心にあんから撮ったんで、向こうから僕に来たというよりは、僕はそういう映画を撮りたい。